アドルフォルッツアドルフォルッツは、スイス人の両親を持つブラジルの医師、微生物学者、動物学者である。リオデジャネイロで生まれた。両親は、スイスのベルンの出身で、ルッツも最初、ベルン大学で医学を学び1879年に、学位を得た。その後、イギリスで、ジョゼフ・リスターに実験的医学を学び、ライプツヒや、ウィーン、プラハ、パリで、先進的な医学を学び、 1881年にブラジルに戻った。サンパウロ州リメーラの診療所で働いた後、再びヨーロッパに渡り、ハンブルク大学の皮膚科学の運のもとで学び、感染症や熱帯医学を研究した。ホノルルのカリヒ病院の院長を務め、6ヶ月間サンフランシスコに滞在した後、1892年にサンパウロに戻った。 中立細菌学研究所がその職員が大熱病で死亡したため、フランス人の初代所長が辞任したのを受けて研究所長となった。リバストブラジルの有名な医師と共にサントスのセンペストの流行と戦った。この研究所は後にルッツの功績からアドルフォールッツ研究所に改名された。1908年に細菌学研究所から離れ、 オズバウドクルス研究所に移り、人体に害を及ぼす動物について研究するい、動物学部門の長に就任した。ウォルターリードが、熱帯シマカが大熱病を媒介するのを発見した直後に媒介の経路を調査を行ったり、新近パラコクシディオデスブラジリーンシスが、南アメリカブラストミセス症を起こすことを確認するなどの業績を残した。感染症の対策に、 ブラジルの各地に旅した。ブラジルの伝統的な医療に用いられる植物、動物の研究の先駆者でもあり、3000に及ぶ標本を集めた。また両生類や昆虫の新種の記載も行った。1926年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれたホノルルで働いた時、イギリス人の看護婦と結婚した。娘のベルタルッツは動物学者となり、 ブラジルにおける婦人の権利のための運動家として、重要な活動を行った。ミルジャドシントラグフォンエイドルフ、ラッツバイデアドイチェンアカデミーデアネイチャーフォーシャー、デプールディナ、アブジェローハン AM26、ノーベンバー2015。ありがとうございます。